石川流、千、山と工作絵装の中間時代祭での武家奉公人。武家奉公人とは、文字通り武家に奉公するものを言う。江戸時代以前では主家に仕える武士も含めて単に、奉公人と呼んだ。江戸時代以降は、もっぱらひ武士身分の中間や小物を指した。武家奉公人は、若党、中間、小物などの故障があるが、地域、藩、各武家によっても、意味合いに差があり。 厳密な区別はできるものではない。従って下記にある和歌等中間、小物に分けた解説はあくまで参考程度の内容である。幕末になって、江戸幕府及び諸藩は、ひなわ重装備の鉄砲組を廃止し、洋式重装備の不評体や重滞を作る必要に迫られたが、従来の足軽身分のものだけでは、不十分なケースが多々見られ、こうした場合、 新たに人員を募集し、戦国時代の足軽隊に似た、不評部隊を創設することがあった。これらの身分は、足軽より、下の中間待遇とされた。世界大百科事典、日立デジタル平凡社、1998年、決定版江戸時代交渉騒乱新人物往来社、1994年、a c b 0 n 4 t 2 3 d q 今泉さだ編。 古日総書部家名目称、職名部官 8P878、上杉高家詩文言母、P26、文言長、元読三年ピアニッシモ、468から478、伊保州、信行部、P52、ありがとうございます。